ナミと人間兄弟の絆ロックマイク3実況プレイパート18、やらせていただきたいと思います。私実況者直樹と申します。さて、前回なんですけども、依頼を1個クリアしたところって言ってもかな、一応病院行ったんだ。病院を行ってヤイドちゃんに会ってきて、でそこでマモル君と男の子に会ったんですね。マモル君と男の子に会ってで、まあ、今日は帰ろうかって言ったところで、まあ、依頼があったので、それをやってきたっていう感じですね。でも、もう一個あるので、依頼、それやってから一度寝たいと思います。はい、というわけで、一旦、解除して、まあ、ここに行くとね、またここに来るのが便利ですよね、次。ということで、どういう件を作れるかもということで、そう。なるほど、よかよかの村のところに来ます。来てくれって言われたので、まあ、行きましょう。というわけで行きましょう。はい。よかよか村と、はい。もうちょっとマスクが重いな、ここか。はい。まあ、依頼を受けてくれたんだなっていうことで、そう。そいつにチップを届けてくれということで、カウントボムを渡してくれということで、はい。せっかちのところにビーチに行きましょうと、はい。よいしょ。というわけで、まあ行きましょう、はい。テレビ局だから、テレビ局だから、この中でしょ。こっち？あ、違うわ。これは何でもないです。はい。よいしょ。この男の子だけ入ってます。何をやってんの？行きましょう。あ、やばい。ここら辺かな？あ、違うわ。よいしょ。ここでもない。どこにいるんだ？こっちか。あ、この男っぽいな。はい。ボディのかかった狙いが。もう一回話してみて。よいしょ。これでいいのかな、本当に。これだけだと相当楽な狙いなので、それでよかよかエリアに戻りましょう。で、よかよか村に報告書の話を渡してきたよということで、ということで間違えてしまったということで現地事務所ということで、さっきこれで秋原スクエアって言ってましたね。なんで秋原スクエアに行きましょう。あー、わかんないですね。だいたいインディジルの米印ぐらいだったら俺があげるわ、さっきの段階で。はい。まあ、そういう、裏事情を置いといて、行きましょう。はい。どこだ？デカオチカ行くのは一番楽か。ちょっとデカオチカ、その壁で。はい。というわけで、デカオチから、行きたいと思います。よいしょ。あー、敵に会った。PC が重い。ちなみに今ここ私 CPU 使用率見れてるんですけど、 4コアのやつ使って今 CPU 使用率 87% なんですよね。若干高すぎだろって言って、ここ秋原スクエアだよね。あ、違う、ダメージ。よいしょ。よいしょ。で、まあ、嫌になっちゃうわね。ちょっと、まあ、一旦、ラグアウトしましょう。で、まあ、これで、依頼を完了したところに戻りましょう。よいしょ。ちゃんと終わってるところで、ちゃんと報告しよう。はい。よいしょ。はい、ヨーロバさん。はい。ということで、アクアプラス30をもらえると、あんまアクア使わないんだけどな、まあいいや。はい。アクアって言うとあれですね、アクア系チップ、まあ水系のやつに関してプラス30されますよと。まあ攻撃力プラス、アタックプラス10の30番だと思ってください。ただし、30に上がる分だけ、
あれが必要なんですよね。あの属性が限定されちゃうっていうか、そんな感じです。ということで、多分もうこれで依頼が終わったので、寝ましょう。よいしょ。あ、いいや。今行きましょう。で、まあ、寝ようとするんですが、なんか呼ばれると、なんか違いなく。はい。あ、なんかケーキ焼いてある。友達誰だろうということで。こいつか。よう控えた。トラキチ、どうしたと。はい。ということで、そう。まるで誰にちかのような言い方だよね。で、晩ご飯食べ終わり、いや、うまい飯だったなと。修行のために来たとで、なるほどね。で、強さの秘密が分かったっていうことで、そう、意味が全くないから依頼系の人にしようと思ってるんやが、いくつかワイの会に依頼を受けてほしいんや。うん。したくないちゅうことくんやまず、うん、これ答え知ってんだよ俺。ぶっちゃけ知ったところでどうなるって話なんだよこれ。もう本当にまああれです。まあここで言うのもあれなんで、ヒントだけ言っとくと、まあ全てのことに言えますね。この強さの秘密っていうのは、とりあえずそんなこと話したらデカオが呼んでいるって話だったので、デカオと行きましょう。はい。デカオってどうしたんだよってことで、まあ、なんていうか、こういう光に、こう出てやるじゃないかということで、よいしょ、ここでスペースに進んでますっていう感じで、よいしょ。いや、やっぱやめとくぜということで、まあ、なんか隠してるんですよね。まあ、いずれわかるんですけど、今はいいや。はい。では、メール見ましょう。はい。あー、キーアイテムじゃねえや。はい。ショートカットだよと。まあ、これ、トマコさんってあれですね。旅館のところにあるお土産のところです。はい。で、ここからビーチスクエアに行けるので、から行くときはここから行く、ビーチスクエア行くときはちょっとあそこ複雑ですからね、ここを通っていく方が楽ですよということで、まあ、ちなみに言うとこのホームページなんですが、実はあそこなんだっけ P コードがあって多分通れないようになっていたんですが、実はもらっておきました。メタルマンの V2 を倒すともらえるんですね。で、まあ、デンサーシティ郊外に3カ所の化学工場を伝えるような植物で覆われ、工場機能を完全にしてしまう、ストップしてしまうという事件がありましたと。ということで、まあ問題が起きてるっぽいですね。まあその原因は分かってるんですけど、まあこの後明らかになります。ということで行きましょう。まあ化学省でまず、こいつのバイトですね。手伝ってあげましょう。でもここでやるんだったら別に無理しやなくてよかったな。しょうがない、依頼掲示板で最近来たばっか、つうか4つもあんじゃねえかよ。ふざけんなよ。ふざけんじゃねえよ。まあ、文句言ってもしょうがないよ。歌やっていきましょう。データ回収で、学校の先生がデータ回収をお願いしたいってことは相当やばいですね。ただでさ、今の日本でも学校の問題、学校関連での問題が発生しているというのは当時なんか笑えないですね。いろんな意味でタイムリーすぎて。よいしょ。というわけで、まあ、職員室に行きましょう。っていうか、部外者勝手に職員室入っていいのか。よいしょ、あんたか。はい。そう。生徒にこんなことをやらせていいわけがないだろ、バカ野郎。はい。はい。そう。
部科学習エリアに向かうところでその周辺を探してみるといいと思うよ。とりあえずこいつにキャノンぶつけていいだろうか俺は、って言いたくなる本当に。そんなデータ大体だ、こいつ自身も被害者でねえから大体にして。で科学習エリア行くのはこいつか。よいしょ、というわけで行きましょう。できたらこのパートで全部終わらせたいけどな、終わんねえな。あ、無理。というわけで、科学省エリアに向かうってことで、科学省エリアから行きましょう。この辺にいると思うんだけどね。どこにいるんだろう、わかんないな。ひたすら探し物だけの旅とか、嫌だな。なんかいいね、あそこに。なんか人が見えた気がするんだけど、あーもう。よいしょ。こいつ違うか。で、めんどくせえ。どうするのさ、いるし。どこに行ったんだろう、その化学修理に向かっているやつっていうのは。よいしょ。こっちか。いないですね。こっちかな。うん、誰もいね。いや、めんどくせえ、いろいろな。よいしょ。絶対この辺のどこかにしかないはずなんだけど。よいしょ。どこに行ったんだ。よいしょ。あ、そう、どうでもいいわ。よいしょ。今下に人がいましたね。あ、人がいねえや、こいつさんのあれだ。あ、いいんだ、こいつで。よかった。先生は探しているということで。そう、キャラエリアのとこ落としちゃったのかな、処分ということで。一旦秋原エリア行きますか。めんどくさいか、若い子。まああっち行ってもいいんですけどね。自分地下やってもいいんですけど、まあ、別にどっちか行ってもあんまり大したらいいなって。秋原エリアどっかにあるってことか。よいしょ。いけないだと。余裕一の二度と手に入る。買いね。よいしょ。もう金に物言わしてるとなったら。というわけで余裕一の一売ってますかと。売ってない。いいじゃねえかよ。やれやれ。いっそこいつ戦闘に持ち込みたいよ、いっそのこと。確か科学省スクエアで売ってたような気がするんだよな。だいたい国会圏の次、国会圏だ。ちょっとこれ使えたっけ、売ってねえや。そういうか、これだけのために時間が経っているってこの話をじゃあどうかな。してな、一旦早いけどこれ切っちゃうかな。で依頼をクリアするのを飛ばしちゃうんじゃないかよな。
まあ、こういう倒すっていうのもありだけどさ、ルーキースクエアで変えたっけ。よいしょ。よいしょ、こっち行く。よいしょよいしょよいしょ。おというわけで、あーこっちじゃない、こっちか。ヨーヨー GT 売ってるか、お前売ってねー。いや、一旦これここで切ります。で、切って、ヨーヨー GT を取ってあいつに会ったところからスタートしたいと思います。というわけで、相当グラグラになってしまったんですが、後半ごめんなさい。ということで、今回のパートはここで終わりにしたいと思います。すいません、こんなグラグラで。よかったらまた次も見てください。ナオキでした。